皆さんこんにちは、ジェンです。こんにちは、ツツです。ツツさんよろしくお願いします。はい、今日は、はい、今船橋のリトルグリーンバレーリトルグリーンバレー、はい、船橋に来てます。はい、練習場なんですけど、今日はここで GDO さんの取材、はい、そうですということで、まあ、その裏側、撮影の裏側を特別にね、許可をいただいて撮影をしていきたいと思います。内容は、はい、GDO のクラブシダ三者三様、新しいクラブをみんなでシダする企画なんですけど、ぜひそこから、はい、リンゴルフのゴルフ女子の中でも、はい、いろんなクラブのコメントができる青木純さんに、はい、ぜひ、登場していただきたいということで、はい、オファーが来ました。結構重要な感じですか？いや、もうナチュラルに、ナチュラルにもうぶっつけ本番に、はい、 そうね、それをちょっと体験していただけると。分かりました。はい、多分私が選んでああじゃないこうじゃないみたいなのは、はい、GDO さんの動画には出ない。そうですね、からこっちでね、はいはい、詳しくはあの GDO のこの動画を、うん、あ、こんな感じでやってんだなっていうのを見ていただければ分かるんですけど、うんうんうん、その裏側はちょっとこちらでぜひ、はい、撮っていただければ。分かりました、はい、あくびしてるところは撮らないでください。はい、ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。ここリトルグリーンバレー船橋では練習場以外にもこういったショートホール、ショートコースがあるみたいです。9ホールあるそうです。ナイターも大丈夫だそうで、天気がね、落ち着くんで夜の8時スタートぐらいまでできるそうです。結構ね、一人でね、あの練習に来てる方とかいらっしゃいますね。結構傾斜すごいですね。左足下がり。結構下がり。ここも下がって。全く動かない。すごい下がってる。つま先も下がってるんだよね。これ握っちゃう。蚊が飛んでんのかな、これ。はい、飛んでます。蚊、はい、やば、怖っ。なんか一球も見えない。この時間見えない。あ、ここにもあるんですか。これ抜いたもん。青木さん的には全部ハードスペックですからね。メンズクラブばっかり。うまいっす。今日は普段の YouTube の動画の撮影とは違って GDO さんの撮影なので、見てください、このカメラでっかいです。ちょっと緊張します。今嘘だろって思ったでしょ。靴紐結びます。お腹すいてきた。お腹がすいた。ふざけたこと言うと怒られちゃう。ありがとうございます。はい。あ、よろしくお願いします。お願いします。青木純です。今回のメニュー。あ、メニュー、あ、これいいっす。9本。9本を筒さんバージョンと私バージョンで打つって、はい、打ってやっていただく。はい。で、評価をしていただきたいです。評価。はい、5段階ですか。5段階です、はい、シムドライバーだったらシムドライバーとシムマックスを打ち比べてもらって、はい、シムドライバーの評価なので、大体5球ぐらいで、うんうん、最初の3、4球をシムで、1球か、まあ、2球をシムマックスで最後に評価します、うんうん、でまた今度はシムマックスの時はシムマックスから打ってもらって、1回か2回だけシムドライバーを打って評価します。うーん、評価しました。僕はアシストしますね。はい、お願いします。じゃあ早速、はい、はい、じゃあ私がのシムからいきます、はい、うんうん、あ、おお、はい、マイクつけるぞ。これは珍しい、いつもワンフレックス。
同じモデルでシャフトが1つだけあるのは珍しいですね。今年一番売れてるドライです。そこにボールが当たるところって言えばいいのか。カメラを設置していて、しかもねトラックマン置いてるので、まあ、実際どれぐらい距離がね飛んでるかっていうのも見える。おお、ライティング今日の機会はすごいですね。これはね、つつさんのレギュラー番組、ジリオさんのいつもやってるみたいです、つつさんは。シャツ調子こいてますね。自らディズ自ら詐欺に行くって。ちょっと軽く振ったんですかね。なんか出ないですよ。機械がうまく反応してないのかな。テーラーメイドシムドライバーを打ちたいと思います。ロフトが10.5 です。シャフトは純正天性シルバーですね。 SR を打ちたいと思います。でもいい当たり出ましたよ。上出来じゃないですか。つつさんってうまいんですね。結構なんか当たり強いですね。天性って感じよりは割としないんですね。おお、硬い分。これはちょっとしゃくりすぎですけど、まあまあまあ構成悪くないですね。すごいですね。ちゃんと指導してちゃんとシムマックス同じ SR で比べてみたいと思います。まあ、パッと見こっちが大きいっていうのはあんまりないですけど、ちょっとマックスの方がここのクラウンのボコっていうのはちょっと大きく見えますかね。羅漢は違う。こっちの方がちょっとヘッドの存在感がありますね。ちょっと重心振動が深いんですかね。ちょっと持ってるだけ。ボールもちょっと大きいし、これは僕は右向きすぎでしょう。ボール自体は結構こうストレートっていうか、最初から高さがこっち出ますね。チェック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 。すいません。チェッ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 。これ、まあいいか。アシストします。お願いします。で、僕はちょっとわざと、他の人よりも喋る量わざと多いんですよ。はい、なるほど。あ、よかった。あれは喋りすぎラインぐらいなんで。そうですよね。そう、若干うるさいっていう。
ぐらい。びっくりした、あんな喋るんだ。あの他三者三様で3人ゲスト、はい、あのあいるんですけども、僕は一番喋ってる。うん、ね、細かいなと思います。結構ね、ボソボソ喋りがいいっていうあの女性 の, あの西川さんっていう人がいるんですけども、はいはい、ボソボソ喋ってるのがいいっていう読者さんの声が結構、そっちが一番多いんです。そっちが一番見ないです。だから練習場に来た手がいいですね。はい。なんですけど最初だけ、はい、最初だけちょっと自己紹介をカメラ目線でお願いできたらなと。マットの上に乗らないと映らない。すぐ近く寄ろうとするからね。こんにちはですか。こんにちはいらない。こんばんはですか。こんばんは。はい。はい、どうも。はい。こんばんは、リンゴルフ代表のジュンです。今日は、シダをしていきたいと思います。まずはシムからシダしていきます。お手柔らかにお願いします。はい、一回切ります。はい、やっぱ当たった時にすごいボールが出るのかな。すごいっす、うん、めちゃくちゃうまい。吸い付きが良かったな。草結構つくので4寛容性、寛容性って